なんかあのミックスが大変だったランキングみたいなの、はいはいはい、知りたいみたいに言ってたじゃん。え、何それ、誰が足を引っ張ったかみたいなこと言ってたんだよね。万人さらししとるやんけ。ミックスしてくれる方が昔からお世話になってる方だったから、どういう感じでみんながやばかったですかみたいな話を、おーおーおー、ちゃんとね、それでね聞いたんだ。最初はね、あの皆さん素敵、個性があって素敵な歌声だったんで、危ない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 、やばい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 、だいぶ危ないと言ってるよ。優しい方だったけど、いろいろ答えてくれたの。それちゃんとメモしてきたの。メモ今怖っ怖っ全部めくられる。もう今からもう今から、ね、まず、奈良ちゃん、うん、何これ、ドキドキするね、この発表え、そう、あ、個人で投票あるんだ、一人。そう、一人ずつ。ルズルダメ出しされるこれ。そうそう。公開ダメだし。まず奈々ちゃん。優しく歌いすぎナンバーワンです。はい、まあまあいいんじゃん。どういう感じ？でも、あの結構ね、奈々ちゃんの歌声って結構ささやき優しいボイスだったから。ささやき優しいボイス。いやまあ、ね。オッケーいいよそれで。だからそれがね、良さでもあるんだけど。うん、あのそういうさ、ささやきボイスってさ、いくら音量をさ大きくしてもささやいてるじゃん。はいはいはい。だから結構周りとのバランスを取るのがむず、あの結構大変だったっていう。いや、そこはもうね、ミックス腕見せどころだよ。そこは信用して渡してるから。だから見せてたでしょ、すごい。やるやん。だから、まあ、次歌うときはしっかりあのマイク近くにして大きい声で歌おうねっていう話。はい、え、それだけですか？うん、それだけだよ。オッケーっす。で、はい、次、梅みんね。やばいじゃないですか。はい、梅みんは元気すぎナンバーワン。ほら、逆だね。なんとかナンバーワンあるんや。これで逆だね。なんか、梅みんは、私もね、聞いたんだけど、あの高いところとか、サビとかのもうパワーがすごすぎて、あの、うん、音が割れてんの。声量があるってことは。いや、そう、そう、それはそうよ、もう全力ですから。パーンで練習してるから。そうそうそう。結構音が割れてるところが多くって、それでもさ、自分一回聞いた自分で。いや、聞いたと思うけどね。何？バキバキ？バキバキだった。バキだなって覚えながら。それ多分あのデータ送信の過程で多分障害起きた。ああ、電波障害だ。電波悪いから知らない。自分のそう、自分のデータでは大丈夫。9時以降送ったでしょ。そうそう、9時以降、9時以降深夜。ただね、一番最初にね、あの歌を送ってくれたのは梅美だったよ。確かに、うん、俺たち納期ギリギリだったから。そうです。いや違う、リゼルさん違う。いや、それは2週間ぐらい過ぎてよ。リゼルさんやばいよ、それリゼルさん、や嘘つくなよ、やってくれたね。嘘つくなよ、お前。え、どういうこと、今日この日までって言われた日から2週間ぐらい経って、俺たち。いや、経ってないよ、経ってないよ。やっ、やってくれたね。え、そうでしょ、俺その日だと思ってたわ。あ、そうなの。いや、え、マジ何回だって催促されたんだ。いや、これね、あのまあ、何回か催促されて、もう明確にミタデイラからもう期日をこう何日って決めないとこいつら送ってこないってなって、そうなんで、何日までねって設定した日の次の日に僕が送ってるから、僕がそれで一番最初だから、その時点で過ぎてる。その話をさ、後でするとして、次リゼルくんね。ああ、総評に。まあなんか巷の噂ではリゼルくんがなんか一番上手みたいな、いリードボーカル的な感じになってるっぽいんだけど、ぶっちゃけですね、問題児ナンバーワンですから。めっちゃ聞きたい。やっぱりよだれ垂らしながら聞くわ。やばい、よだれが。リゼルくんはね、よだれが、あれだけ私があのカラオケをうっすら耳に流しながら歌ってねって言ったのに、アカペラで送ってきたの。いや、それはアカペラじゃなかった。え、違うの違うの、あの何も聞かずにそのまま歌って送ってきたのね。え、そうだよ、俺アカペラで撮ったよ全部。でね、そう言うじゃん。で、私は、うん、あの最初はいいんだけど、だんだんもうどんどんずれてっちゃって、
一番そのピッチを合わせるのが大変だったっていう。え、どうやって撮ったん逆に。俺だって分かんなくて、あれやり方。アカペラで歌うやついねえから。え、アカペラじゃないのみんな。プロでも嫌がりよ、アカペラで歌うの。そうなの。うん、でも耳にね、あの玉置浩二かリゼルぐらいだわ、アカペラで歌うの。あとね、あとこれも言ってた、ミシルさん空調効いてますかって。どういうこと。あー、部屋でしょ。最悪や。そうそうそう、問題児しかいない。部屋がね、ミックス歌ってると練習してもらうために空調の曲混ぜて送りやすいないだろ。冷房の音聞いてた。最悪やそれ。どんな環境だよ。でもね、楽しかったって言ってくれた。そのみんなが初めてだから、なんかちょっといろいろ大変ですがって言ったら、すごい楽しくミックスさせてもらいましたって言ってたよ。いやー、まあまあそれは良かったけれども、うん、すごい腕がいいってことはね。どういうこと。それもそうだし、ちゃんと曲になってたもんね。なってたよね。これ僕ら3人の、あの評価はあるけど、ミタデイラの方、これ逃がさないよ、あなたの評価はちゃんと言いなさいよ。なんかちょっと終わろうとしてたね、もう。どうか。いやでも私聞いたけど、その、うん、私を最後にやったんだって、その編集を。はあはあ、だからその男性陣の後で最後に作業をしたからめっちゃ楽でしたっていう。いやでもあれだよ。いやでもね、解散解散解散。いやあれだから、梅美さんと奈々さん、あれだから本人にはやっぱみんな言えないから。ああ、そう、やりとりだからね。それはそう。そうでしょ。